くよ。ありがとうございます。ありがとうございました。あなたに会えてよかった。よかった。小泉今日子さん。キョンキョン。ねえ。キョンキョン。この曲が
初めて買ったシングルです。シングルです。シングル。初めて買ったシングルです。いやー、この曲はでも俺言うてね、うん、あれですよ。何さっき何やっけ ?90。91年とか言った時もするな。8歳。なるほど。せやからね、僕はこの曲初めて聴いたのは、あれなんですよ。ラブラブ愛してるっていうね、番組で、篠原智恵が歌ってて、坂崎幸之助氏がアコーギ一本で伴奏してたっていうのね、はいはい。で、コーラスがね、もう豪勢。豪勢、豪勢。豪華だわ、あれは。あれで、何やったら、僕それで初めて聴いたから、うん、原曲聴いたら思ったよりこうノリのいい。それで言うとね、ほら坂崎さんはね、うん、キョンキョンが好きだったらしくて。おーらま、おーらま。なんかね、さんまのまんまでさ、はい、釜やつ披露したね。はいはいはい、はい。虫かまやつと坂崎幸之助の二人でゲストで出た回があって、はいはい、こういろんなアーティストをね。はい。坂崎さんってコピーして好きやからね、はい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 、こんなんもなんかそれこそザ・フォーク・クルセダースとか、はいはいはい、なんかいろいろ好きで、でさんまに結局坂崎は誰が好きやったの俺キョンキョンそういう意味やなかったんけどみたいなでほら高見はね楽曲提供もしてね、まあ、あれですよね、なんや、木枯らしにだから、ね、はい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 、2回やりましたね、我々やりましたから、はい、一人で参加したのが初めてのやつ、これ、前のやつ、そうそう、私はアルフィーファン的な意味で馴染みが深くて、で普通にキョン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 の方で馴染みが深かった。いやでもこの曲ね、真剣に当時まだ言うて俺そのラブラブ愛してるでやっとった時代っていうのはまだギター始めたっていうぐらいや。ああ、これキンキとほぼ同時にギター始めてるんで。すご。キンキキッズと。キンキキッズだ。なんだキンキキッズよりちょい後に。あ、そうなんや。そうなんよ。ラブラブ愛してるでギターをね、吉田拓郎と坂崎さんが教えてるっていう。で一緒に弾きながら歌って。そうそう。そういうギターのコーナーがあったんですよね。ありましたね。そうそう。で俺はそれうちの兄貴とか自分も。ちょうどいいから始めやみたいな。ああ、一緒に。なるほど。一緒に。いい。やから、うん、このギターは難かったわけ。ああ、はい。まだ当時の俺には。うん、で、今回真剣に撮ってみてんけど、うん、思ったより複雑なコードっていうか、構成もちょっとなんか不思議な曲ですやん。うん、サビで B サビ。いや、なんかこう、まあ、まだ続くんや、みたいな。そうそうそう。なおかつね、2パターンをずっとね、そうそう、A メロ、サビ、A メロ、サビみたいな感じのイメージがある。どうなんかな、鍵盤で作られた曲なんかな、うん、みたいなね、そういう、あるんですよ、うん、作曲はね。うん、これ、ギタリストは作らんやろ、みたいな進行、みたいな。そうなんや。めんどくさいな、みたいな。これね、前奏で言うと、うん、だからこう、うん、これ最初はね、うん、ベースがこう下がっていくんやけど、うん、だからこの音残しでおしゃれやなみたいな。いやでも聴き心地がこれすごく好きで、ね、そう。いやだからポップなボケの終わりに進行がめっちゃおしゃれで、うん、こうねこう半音ずつ触ってってるんだよね。はい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 。でこれギターの都合でこっち行ってんだけど、うん、本当はここでもいい。ああそのまま下がって。いやだからこの時代がどうやったんかは知らんけれども、うん、なんかポッ
ップやのにすげえ練られた自作曲ですよと。で、歌詞もキョンキョンね。キョンキョンが書いてますね。キョンキョンね。キョンキョンアイドルですか？初めはアイドルやったと思いますね。確か。初めはアイドルなの？はい、アイドルで始まった。この頃は？この頃でも結構もうドラマとかにも出てて、ドラマの曲なんですよ、これ。ああ、そうなんや。そう。ちょうどこのキョンキョンが出てたドラマで。え、じゃあそういう感じの歌詞なの？それは知らん。ドラマはね、ちゃんと見て、パパとなっちゃんっていうドラマで、で、田村正和さんが主演してて、その娘の役でキョンキョンが出てて、なんかその親子のいろいろみたいなのだったかな、なんかコメディーだったと思う、確か。私、多分見てなかった、勉強せえ言われて。でもめっちゃ。これだってさ、めっちゃいい好きやねんけど。うん、バック、これすごいだって売れたもん。やっぱりガーンって。でもさ、結局、うん、別れはったんやんね。歌、曲的には曲的には別れてる感じ。時が過ぎてね、うん、今だから言えるみたいな感じだから。世界で一番素敵な恋をした。したねだから。じゃあ、戻ってよって言ったら多分嫌がられんね。あ、いや、大丈夫やですよ。いや、そういうことじゃない。こっちはこっちでもうすでに。昔の話。そう。いや、全然好きやねんけど。うん、けど、これ相手の立場は、考えようによっては、かわいそうな気はしてしまいますね。男性やからですかね。ああ、ね、そう、女性目線のね。なんかもう済みましたよ感がすごい。ああ。終わった恋ですよ。うん、そうですね。でも、思い出が星になるんですよ、だって。そうだねんな。向こうは泣いてるかもしれない。いや、こっちもきっと泣いてたんですよ。あ、そらそうやん。そうやん。けど、すっきりはしてはるやろうな。ああ、そういうことか。そう。確かに。いや。うん、そんなことを思ってましたよ。ダメだよ、そんな。いや、でも、じゃあね、それも含めて、聞くタイミングってあるやんか。確かに。そうやねんな。いや、でも、本人作詞っていうのがなかなかね。ちょっとでも、この頃結婚してあった気がしますね。あ、そうなんや。うん。なんて言ったってアイドルの人やろ？そう。さすがにあれは違った。ああ、いや、そうじゃなくて。ねえ。ねえ、そう。なんかでも、ちょっと、あんまり、なんやろな、まあ、俺知ったんが遅いからやろうけど、うん、まあ、アイドル感があんまり。ああ。もう、アイドルでしたね。あの、そうなんですね、要は、それこそ、松田聖子とか、あの、なんだっけ、中森明菜とか、あの辺と同じように、あの辺ちょっと遅いのかな、うん、でも、その辺と一緒にアイドルしてた感じ。イメージが残ってる。いや、なんかなんかほら、森って、たかちさつさんとかも、なんかちょっと普通のアイドルとちゃう印象があるんですよ。ああ、はい。そういうラインかなと思っとって。森高さんはでももうちょっと後やと。あ、なるほど。うん。森高さんは本当に。80年代アイドルか。うん。本当になんかひらひらのスカート履いて、普通に歌ってた。昔よりのだって、でね、松田聖子時代とかはさ、うん、結構こう、もう、神格化したようなさ、うん、アイドル。あ、当時のアイドルはもう、ほんまもう、人間じゃなかった。うん、でも、ちょっとその辺とはラインの違う、やっぱり。そうですよね、ちょっと、もうちょい人間味のある。外れた部分にいるアイドルですね。なるほど、ね。確かに。ちょっと、もうちょっと身近な感じのするような。身近なね。そうそう。そういう気する。そう。こんな感じ。なるほどね。しっくりきました。
ありがとうございます。いい。いやいや。ありがとうございます。